するホテルね、前回は阪急系のホテル宿泊したんですけど、クレイトンベイホテルということでなかなかいいホテルです。いろんな部屋があるんですけど、ね、一応最上階の部屋ということで、で海側見える部屋がすごくいいんだけど、ちょっと山側の方なんですけど、ぜひここちょっとおすすめしたいホテルです。ちょっと今からチェックインします。これすごいね。でこういう感じか。海側見える部屋だと俺逆側なんですけど、すごくいいですね。ということで今回2回目です。1年ぐらい前に来たんですけど、その時ヤマトミュージアム行こうと思ったらヤマトミュージアムが次の日火曜日で休みで、月曜日休みかと思ったら火曜日だったんですね。で、阪急ホテルさんに泊まったんですけど、今回は今宿泊しているクレイトンベイホテルですね。なかなか良さげなホテルでと思って泊ったんですけど、一泊朝食付きで大体1万円ぐらいですね。部屋もすごく良くて、7階の部屋かな、上の方の階の部屋なんですけど、すごくいい感じのところです。これよりいい部屋っていうのがあって、その海側が見える部屋、いわゆるその昔天海大和が建造されたところが、部屋から見えたり、海上自衛隊の方がね、そういうそっちの方がすごく高かったりするんだけど、前で山側でって撮ったんですよね。で、朝食付き、夕食付きなんかもできるので、ぜひ余裕がある方とか、すごくいい部屋もあるんで、ぜひそっちの方もね、泊まって。自分が泊まってるのは割と安めの部屋になるんですけど、それでもすごくいい感じのところですね。見てください。で海と山ということで、山なんですよね。海側だとその戦艦大和が建造されたところでということで、一応そこ港が見えますけど、すごくいい感じの景色なんですね。で、テレビがあって広いです。であとこういう感じですね。これも大きいですね、かなりね。ここもなんか重厚感あって、あ、基本的に設備は整ってます。こういうセキュリティボックスとかね、椅子もなかなかいい感じの椅子ですね。はい、今からこの、11階ですね、ヤマトと同じ景色を味わえる朝食会場ですね。環境のところですね、ここのところと一緒の。結構高いですね、そう。朝食セットです。こんな感じですね、いろいろ出てきます。であとどちらが選べ、セット A か B が選べるんですけど、ね、やっぱせっかくだから戦艦大和のカレーライスですね。でこれが環境と同じぐらいの高さのところで、こっちが見える感じです。
ず出てきました。すごいね。でこれがカレーか、帝国海軍ヤマトのカレーで、この景色ね、環境と同じなんて、ヤマトの環境と同じ高さらしいですね、ほぼほぼね。すごいね、この景色が。すごいね、環境の同じ高さ11階ですけどね、ヤマトのところからこんな感じ見えたの。